て先ほどお話にもございましたが、本日運行開始しました新しいミレタイ電車は、昨年の2018年11月23日に結婚しました2つのミレタイ電車、サチとカイのまさしく赤ちゃんなんですね。車体はお母さんのサチに似た鱗柄です。そして車内はお話にもありましたけれども、縁起の良いものがたくさん散りばめられております。南海電鉄の産婦人科であります、南海高野線千代田工場で無事誕生しましためでたい電車、およそですね2ヶ月半の難産で、誕生したとお聞きしております。ですがなんとですね、元気なことに生まれてすぐ動き回る元気なお子様ということで、今日からですねお父さんと、そしてお母さんのふるさとである加賀魚船を元気に動き回ってくれることでしょう。さあ、というわけで、ただいま3番線に到着の電車は、子どもの新しいめでたい電車でございます。皆様、9時55分の出発までお付き合いくださいませ。あなたの よろしいでしょうか。もう少し立てていただくと写真が、そうですね、よろしいですか。ゆっくり笑っていただきましょうか。新しいめでたい電車の運行開始を記念してテープカットを行っていきたいと存じます。さあ、準備が整いました。ご列席の皆様、カーペットの上にどうぞお上がりくださいませ。
お弟子の皆様、こちらを向いてくださいなど教えてください。笑顔でお願いいたします。写真撮影はこれまでとさせていただきます。ではテープカットに進ませていただきます。ご観覧の皆様もご用意はいいでしょうか。私のせーのはいの合図で皆さん一緒に誕生おめでとうの掛け声をお願いいたします。さあご列席の皆様、ご準備はよろしいでしょうか。誕生おめでとうの掛け声と同時にハサミを入れてください。それではせーの、はい、誕生おめでとう。さあ、まもなく新しいめでたい電車の出発となります。和歌山市駅駅長の出発合図が出ましたら、記念パスを振って皆さんでお見送りをお願いいたします。ぜひご応募をお願いいたします。